特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。タマコマーケットの聖地に行きました。出町柳編、感想動画。どうも、ゆうちゃまです。大阪に住んでるゆうちゃま。タマコマーケット好きとしては、京都は近いんですよ。大阪と京都ですからね。もう近い近い。もうね、行かないという選択肢はなかったですね。まあ、関西に住んでると、京アニ作品の聖地ってね、すごく行きやすいんですよね。本当に大阪に生まれたことに対して、もう感謝しかないです。逆にね、関東の人、羨ましいなって思うこと多いんですよ。なんか結構アニメの舞台って関東寄りじゃないですか。東京都とか。このアニメの聖地どこだろうって大体東京。神奈川、千葉とか。なんで、まあ、関西のアニメ聖地、もっと増えてほしいと思う、ゆうちゃまです。そんなわけで、今回は玉駒の聖地、出町柳。こう、サムネイルに載ってると思うんですけど、まずは鴨川デルタ。石っていうんですかね。何個も並んでて、こう、渡ったりしてね、遊んでる子供とかもいるんですけど。いやー、そこはね、風情があっていいですよね。ここは、玉子ラブストーリーっていう映画でね、登場してたりするんですけど、他のアニメの聖地でも使われてるので感慨深かったです。軽音とかでもね、オープニングで出てましたね。実際に行ってみるとっていう興奮がありました。何回かね、ネットで検索して、あ、こういうところなんだなっていうのを見てたんですけど、やっぱり現地で見るってなんか違うんだなって、それが聖地巡礼の良さでもありますよね。タマコラブストーリーの映画で、餅蔵とね、タマコの二人のシーンで、この鴨川デルタ出てくるんですけど、タマちゃんが川でね、川に落ちちゃうんですよね。それがね、すごくなんか淡くて、甘酸っぱい映画で良かったんですよね。鴨川デルタ、駅近なので迷わず行けますよ。僕結構方向音痴なんで、まあそれぞれのスポットまでたどり着けるかなって心配だったんですけど、鴨川デルタは駅の真ん前でした。もう全然迷うことないです。なんで、ぜひ気になった人は行ってみましょう。そしてやっぱりタマコマーケットといえば出町柳商店街。商店街ですよね。その近くに佇む人気和菓子屋さん、出町二葉さん。もうね、朝に行ったんですけど、長蛇の列なんですよ。ビビりました。いや、その長蛇の列っていうのはネットの情報とかなんかテレビ番組とかで見てたんで知ってたんですけど、これほどかっていうぐらいに並んでて、行列、久しぶりにあんな行列見ましたね。ラーメン屋さんとか、まあ、百貨店の並びとかね、もうね、日にならないです。朝9時ぐらいかな、9時過ぎぐらいに僕並んだと思うんですけど、もうざっと50人ぐらい並んでたんじゃないですかね。普通に並んでた2時間待ちとか全然あり得たと思うんですけど、ちょうどゴールデンウィークっていうのもあったんですけど、平日ですよ、一応金曜日だったかな。もうね、なんだろう、2時間コース覚悟しましたね。でもやっぱりタマコマーケットのモデルっていうのもあって、まあ、あの大福を食べたい、まあ、正確には豆餅っていう名前で売られてるんですけど、これは並ばずにしては帰れない。もう、だって、出町柳って、あの豆餅を買わないって、なんか、って感じじゃないですか、玉駒好きとしては。もう、なんで、ひたすらに並びました。で、運が良かったのか、タイミングが良かったんですかね。その日に、特別出張所、みたいなのがやってて、そこでね、そんな並ばずに買えたんですよ。トータル4、50分並んでたんですかね。救われました。皆さんは、行列に、並んだりしたことありますか？行列はね、根性ですよね。僕まあ正直、まあ、その特別出張とで買えたんで、待ち時間としては4、50分ぐらいなんですけど、いやー、久しぶりにあの行列を体感しました。行列ってすごいですね。まあその行列の間に、まあ、その日の聖地巡礼のルートとか調べたりしてね、まあ、うまく時間を有効活用できてたのかなとか思うんですけど、聖地巡礼って結局ね、どれだけ自分の中で満足できるのかっていうところなのかなって思います。その出町二葉さんもそうですけど、なんか、あ、変えたなとか、あ、この場所に行けたなっていう、その満足感大事ですよね。
滞在時間は1時間半ぐらいだったんですけど、すごいね、商店街に行けたっていうことが嬉しかったです。マコマーケットの場所だって思いましたし、あの商店街の魚のオブジェは感動ものでした。あれね、前から入ると後ろ姿なんですよね。なんで、あのオブジェを見たくて歩いてたのに普通に素通りしました。ちょっと、タマコマファンは気をつけていただきたい。タマコマーケットの聖地、一度、タマコマファンなら訪れてみてもいいんじゃないでしょうか。出町柳、本当にいい街です。なんかね、すごい、街が豊か。すごく良かったです。で、豆餅もね、家族分買ったんですけど、美味しかったですし、いやー、家族のみんなに食べてもらいました。僕も食べました。いやー、ね、美味しいんですよ、本当に。なんか、ザ王道っていうか、大福の、なんか、てっぺんというか、なんかそういう、うまく表現できないんですけど、大福って言ったらこの味みたいな、そういう味でしたね。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき、本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。